「新平家物語」第404回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です。 吉中入楽あの大鎧も出してみええー、この鎧の方が良いかもしれんな巴はこれと申すし山吹はあれが好きと言うしはて俺も迷うぞまるで童子の仕草であるその朝の吉中は全くたがいもない28日いよいよ入楽の日だった 暗いうちに吉中は歪みや血髪を済まし、根本中道に猛で飯を食い、それもせかせかかっこんで、お地後の雪家と時刻を示し合わせてある。今日の南北より同時に都へ入る約束なのだ。馬の国より遅れてはまずい。早くしろ、早くと、辺りの人々へはせきたてながら、自分は黒川おどしと火おどしとを並べて、いずれを今日の着用に。 と迷っったたりしているのだった華やかなのを勧めたのは山吹であるけれど巴が父から受けた知識では総じて三軍の大将たる人の着用は重々しい黒川と聞いている華やかのみがお立派とは言えません都人の多くの目にあおがれもし軽々しくおわしたら笑われましょうにそう巴に言われてではひたたれは赤字にしをおき 鎧は黒川にしようのう山吹それなら派手にもすぎず地味にもすぎまいと巴にではなく山吹の顔を見ていった山吹は二コとうなずいてすぐその人の鎧着込みに手を貸した巴もそばへ寄り添い両側から一つ人の身支度に木働きを競い合う英山にも結界の姓がある山上はもちろん女人禁制だったで 女兵の田室は坂本にとどめられたが、三門側では巴と山吹とまさか断層の女性とは気づかなかった。近所の美少とでも見ていたらしい。だが、義仲にすれば山法師などがどう目柱を立てようが無頓着な構えである。女人禁制のおきなど初耳だろうし、守る気になるはずもない。その朝三門を立つ際も、 彼はそう二人の女武者をそばに連れてはばからなかったむしろ自分の幸福さを見よがしに一山の大衆総合らがれつして見送る中を折々何か振り向いて話しかけたり彼女らの協調を受けたりしながらかっぽして比叡神社の方へ降りていったもっとも吉中の前後には樋口次郎兼光根の井の小屋田幸近、盾の近忠雲野の幸広。 坊閣妙などの見るからに都武者の華奢とは違う重厚な幕僚軍が流れていったのでかえって巴と山吹の色と眉目は殺伐な木曽室の印象を救っていたと言えなくもないやがて比叡三道の社前にかかるこの辺りから麓の東坂本遠くは湖畔の並木に渡ってまで木曽四万の少子が彼の姿を待っていた。 なんと良い空よ、水の色までがもう秋だ。たぞ、貝を吹け車前に一休みして義仲はここでも僧侶辞任の祝いを受けた。先は急がれながら何かとつい時がたった。山上から西へ降りて上鴨へ出れば近道なのだが、晴れの入楽なので、ほぼ堂々と街道口の大津へ回ることにしたのである。日を仰ぐと身のこくは過ぎていた。 小三の坂を降りて駒を呼ぶ。駒のたてがみはきれいな花つなぎに結ばれていた。蔵も手綱も新しい。吉中の駒ばかりでなく、巴や山吹の乗馬も、また諸将のも、毛の良い死体を魚群のようにくねらせて、所狭しと踊り合った。すると、彼方の片田の方から、ただ一気ここへ急いでくるものがあった。はて、誰ぞ。 人々の瞳が集まったとき、その者はもう吉仲や巴の間近にまで来ていた。それでもなお誰であるかは分からなかったが、山吹だけがさっと顔の色を青白くした。いや、他にも、ほうほう、青いだろと声を上げた者がある。諸将の中にいた片田島の利根團十之助と左近吾の親子である。ん何青い 吉仲は耳を疑った。けれど次の瞬間にはおおっと言ったきり彼も自失していた。目は事実を容認せずにいられない。殿わらわも何か裂くような迫った声が人々の耳を打ったと思うと、わらわをお忘れなのでしょうか殿殿葵もお連れくださいわし、今日のまたとないご入楽に。 平と彼女は駒を飛び降りていた。そして、目指す人のほうへ盲目的に走り寄ってきた。が、より早く壇上の助親子は駆け出して彼女の身を抱きとめていた。これ木でもお狂いなされたが病中のそのお体でどうしたものです葵様葵様お帰りなされしかし、彼女は耳を貸す煙もない。その一途な気持ちは身を鎧に固めているのでもわかる。 かの栗からや信濃の戦場で常に人中の蝶のように誇っていたきらびやかな武装に小金の額金具のついた鉢巻きをし、手には粉なたを抱いている。狂気とは彼女は悔しげにまなじりを赤く咲いて、へえ、男女親子までが連れなくいやるいずれ病に死ぬほどなら、殿と一つに都入りしてと願うのがなぜ悪い わらは一人を片だよおきたもうて殿には葵をお忘れ遊ばしたのでしょう葵は参ります誰が止めても音もせずにはおりませんと身を抱き止められながらも義仲へ叫び続けた巴は黙って見ていた山吹の方はかすかな震えを刻んでいる一度治りかけた矢傷をふとこじらせてから葵の病は急に悪くなっていた 血の濁りであろうか、皮膚は青黒く衰え、髪は薄くなった。一頃のあの快活さも花のかんばせも面影だにない。吉中は見るのが嫌だった。不憫さに見ているのが辛いのである。で、越前を立つ前に彼女の身を片田の利家へ託したのだった。 湖畔の休暇で彼女は療養に勤めてはいたが、寝ていても壇上之助の家人を通して義仲の消息、軍の行動は分かっていた。晴れの入落に自分一人が都にもついていけない、いや、もっともっとこらえがたい無念もある。さりげなく病床を出たい思いを壇上之助に相談してみた。めっそうもないおせよ。とのみ親子は取り合ってくれもしない。 黙って泣いて寝ていたのである。そして一人で今朝を待った。片田には一族家人、誰一人いないのを幸いに病を押して鏡に向かった。我ながら涙のこぼれるような闇やつれをせいだして化粧した。おしろいも熱く、眉積も濃く、目にも深く。死んでもいい。 風を切ってゆく馬上でそう口を噛むそばから別な心では「いや肌には死なぬ!」と何かをきつく誓っていた。その結晶を今、義仲は自分への恨みとばかり見たのだった。彼もありふれた男である。正直その後、葵のことなど思い出してみたこともない。だが目に見れば一緒に泣いてやりたいほど哀れになった。 他ならぬ日でどうにも荷物だとは思うものの、振り捨てきれなかった。いやあ、壇上の助も先金も手を緩めてやれむごいことをするなむごい力でそして、いの目へ差し招くような目を与えて、よし、よし様で申すなら共に都へ入るがいいだが、死んでも俺は知らないぞ言い捨てて吉中は駒を進め出した。 ついにそばへ寄って優しいいたわりを受けられなかったことだけは不満だったがでも葵は望みの一つをかなえられて「ええたとえ病で死んでも殿のせいではありません!」と答えながら自分の駒の上に戻った。 義仲はこの小事件でちょっと腐った顔色だったが、吹き鳴らす貝の音を合図に、四万の少子が見事な定段を作って、弓、長江などの倫立する間に無数の白旗をなびかせていくのを望むと、すぐ眉は常の木曽殿に戻っていた。葵はつつつと他の騎馬武者の中を割って義仲のすぐ後ろへ来た。そして山吹の駒の脇へ自身の駒をひたと並べた。 山吹はその瞳をかりそめにも横へなどそらしはしない。葵はそうでなかった。絶えず山吹の横顔を目の隅から眠据えていた。そして進むうちに山吹の表は血の色を失ってゆき、反対に葵は命の火を復讐の念にかきたてられ、急に生き生きと不気味な血色をその方によみがえらせていた。おそらく、 葵と山吹だけは、道々の群衆も心になかったろうし、自分の身さえうつせみのようだったに違いない。けれど、そういう二人も包んで、軍団の育住はゆるい歩みを粛々と続けている。いつか大津山品も越え、戦闘は慌た口を曲がってゆく。かくて、 義仲の中軍までが四条河原に着いたのは馬の国を塔に過ぎ羊の国に近かったこの日新宮十郎雪家の軍は宇治橋を渡って都に入り陸奥の方眼義保の子足利義清は大江山を経て同じ朝入落し河内源氏の多大一族も同時に落中へ込み入ったそれらの味方は五条六条の末まで川も包みも見えないほど群がっている が、義仲は不機嫌に、一体、この義仲より先に都の内へ紛れ入っていたやつはどこの源氏武者だ徳調べと,と、けとここへ着くなり怒鳴っていた。基礎殿の入落を見んと沿道に群れた庶民の様子で分かったのである。義仲の入落前に、すでに源氏の兵が落中に姿を現し、やりたい放題な所業をやり散らしていたらしいのだ。第一、 馬の国と訳してあるのに、新宮行家の軍勢は、辰野国にはもう五条に陣取っていたという、それも何か気に食わない。自分の霊が無視された心地と、初めて地を踏む入場の処女地を先に踏み荒らされていたという不愉快さも手伝っている。早く大幕を張れそして旗上りを高々と立てろ義仲が入落を存じながら、十郎行家はなぜ挨拶には見えるぞ とて公の儀は別だ口使いを飛ばして雪家に参れと申せそれは、口、盾、根の井なども不審にしたり、憤っていたところである。すぐ一気を走らせて、胸を伝えてやると、十郎雪家殿には、時より院のお召しによって連華王院へ参られ、新たにて木曽殿の御隠山をお待ち申し上げておるよしにございまする。と、意外な答えだった。 この日入落の上は、院の発祥寺典の南隣、蓮華王院の下門までまかりいずべし、との達しは受けている。それにしても、自分を超えて先に雪家が何しにのこのこ出かけたのか。いささか俺の方に時刻の遅れはあったが、何たることだ。おじなるにせよ、吉高が部下たることを忘れても、何かといえばしゃしゃり出たがるってしゃばり好きよ。 身支度も慌ただしげに彼もやがて初の三代に駒を急がせた。わらべ一名、武者五六騎だけが許された友人だった。この時だけは、友もも山吹も葵は言うまでもなく連れていない。いつか時刻はもう夕方に近く、院の御所は夕日のもとに潜まっていた。